本のここたまクリニック。超神器の神様ドクドクター注射器の神様ナーチュー、ここたまクリニックオープン。よし、今日も病院のお仕事頑張るよ。今日も診察頑張るぞ。リボン、患者さんを連れてきて。わかった。あれ、ピロどうしたの？朝からこんな調子。まあそれは辛そう。先生に見てもらいましょう。じゃあこちらへどうぞ。先生、患者さんです。じゃあこっちに座ってください。今日はどんな調子ですか？こんな調子です。なるほど、それは辛そうですね。じゃあ診察券を見せてください。はい、これです。じゃあリモンお願いします。じゃあ行きますよ。これは鼓膜離ですね。鼓膜離ですか？注射をすれば良くなりますよ。どうしますか？注射はいいです。じゃあ飲み薬でしてきますね。じゃあピロ、こっちに来て。カルテをここに入れて、ぐるり。このお薬を飲んでゆっくりしてくださいね。ありがとうございました。ついつみるとき、今日は健康診断に行くわよ。バブーバブー。リボン、ツーとミーとキーを健康診断に連れてきたの。よろしくね。わかりました、任してください。ドクドクター、健康診断お願いします。わかりました、では連れてきてください。先生、よろしくお願いします。では一人ずつ見ていきましょう。はい、ツーとミーとキー、先生に見てもらいましょうね。しないから。あら、困りましたね。ツーとミーとキー大丈夫だよ。あら、では私が見てあげましょうか。はい、ツーとミーとキー見てもらいましょうね。バブバブバブ。あら、おひげ治ったみたいね。先生の方が良かったのかしら。がっくり。はい、一人ずつ見ましょうね。パブパブパブ。はい、いい子ですね。はい、次はミーだよ。はい、マシマシしますよ。パブーパブー。あら、あなたもいい子ね。はい、次はキーの番だよ。はい、じゃあマシマシしますね。はい、あなたもお利口さん。3人とも順調に大きくなってますね。あー、3人ともよかったわね。バブーバブーバブー。はい、薬はないので今日は帰っていいですよ。ツーミーキー、よかったわね。帰りましょう。はい、じゃあ次の人呼びますね。あれ、チャコどうしたの？なんか具合悪そうだから連れてきたんだよ。ちょっと元気が出ないでしょ。それは困りましたね。先生に見てもらいましょう。あら、チョコどうしたの？なんかちょっと元気が出なくてふらふらします。あら、じゃあお熱を測ってみましょうか。じゃあチョコ、これで測ってみて。ビビ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 。
あら、ちょっとお熱ありますね。じゃあカルテを入れてみましょう。やはり風邪ですね。ちょっとお熱もあるようですし、病院でお薬を飲んで寝てください。わかりました。あっちゃこ、この薬を飲んで。わかりました。じゃあ後ろのベッドでゆっくり寝てください。わかりました。はあ、早く良くなるといいな。先生、チャコは大丈夫ですか？お薬を飲んだのにすぐ良くなりますよ。それよりパンティニオさん、最近健康診断を受けていますか？いや、最近レストランが忙しくてなかなか。せっかくなので受けていったらどうですか？そうだよパントニオ。はっはっはっ。ではカルティを。パントニオ、ちょっと食べ過ぎのようですね。はっはっは、味見で食べ過ぎちゃったかな。の薬を出しますので飲んでくださいね。わかりました。診察券を入れて。くるり。じゃあこれを飲んでくださいね。はっはっは、苦そうだな。リボン、そろそろチャコの様子を見に行って。わかりました。チャコ、具合はどう？なんだかすっかり元気になったみたいです。じゃあもう一度温度を測ってみましょう。ピピ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 。あら、平熱だね。よかったです。じゃあこう、お熱も下がったみたいだし、もう帰ってもいいですよ。ありがとうございます。